はい、それでは 2A3 シングルアンプの制作第4回目の前編をスタートしていきたいと思います。第4回ではですね、部品の取り付けを行うんですけれども、特にこの前編ではですね、トランスですとかボリューム、そういった部品をケースに組み付ける作業を行っていきたいと思います。なんですが、その前にですね、何点か訂正があります。まずですね、一つ目、回路図に、うっかりこの部分なんですけれども、電源が入ったことを示すランプ、ネオン管の記載をするのを忘れていましたので、ここに書き足しました。それから回路図のですね、ここの部分に、電解コンデンサーのを記載はしていたんですけども、うっかり購入を忘れていまして、改めて購入リストに数を追記して、買い直しました。それからですね、ここにありますグロメットという小さな部品、ゴムなんですけれども、これはケースに穴を開けて、そこに、AC ケーブルを通すときにですね、ケーブルがケースに当たって傷まないように保護するためのゴムですね。これ実は私家にたくさん持っててですね、買わなくてもよかったので、ついついうっかりリストに入れるのを忘れていたんですけれども、家にない場合はですね、買う必要がありますので、リストに加えました。それから、この部分ですね、先ほど申し上げた電解コンデンサーを買い忘れていたので、数量を増やしましたということで、リストも、更新しております。はい、それではですね、引き続き部品の組み付けに進んでいくんですけれども、その時に必ず必要になる工具がドライバー、それからいろいろなですね、ナットを締める際のソケットレンチですね、そして、ネジ類、特にですね、この長いネジはケースから少し浮かせてラグ端子板を取り付けたいので、その時にですね、長めのネジとこのスペーサーという部品を使って、ここに間隔を取るというふうなために、使っていきますということで、ネジは長めのものと、あと短めのものを用意して、進めていきます。はい、ではですね、早速部品の組み付けの作業を行っていきたいと思います。はい、それでは部品を取り付けていきたいと思います。仮組みではなくてね、しっかり取り付けていきたいと思います。でその時に軽い部品から先に取り付けるようにしたいと思います。最初からトランスつけちゃいますとね、重くて後の作業が大変になりますんで、軽い部品から順番に取り付けていくようにしたいかなというふうに思います。はい、一旦小物類の取り付けが完了しました。リアパネルですね。はい。そして天板。そしてフロントパネル。それから内側のラグ端子板。ということで、一通り小物類がついたんですが、ここにですね、なんとあまりこの工程では使わないヤスリが出てますけれども、ちょっと痛恨のですね、ミステイクなんですけれども、この4極のソケットをですね、つける穴が少し小さめすぎてですね、塗装を塗ったがために入らなくなってしまいましたので、少しヤスリでですね、穴を大きさを広げるというようなことをして、現在に至っています。それでは引き続きトランスをつけて、いきたいと思います。はい、部品の組み付けが完了しました。ここまで、およそ2時間弱と言いたいところだったんですけれども、先ほども申し上げました通り、この4極のですね、プラグの穴が少し小さかったので、それをヤスリで広げる作業を途中しましたので、およそ2時間半ぐらいかかって、ここまで来ました。
で、あまり、意味はないんですけれども、まあ、ちょっと少し雰囲気を出すためにね、真空管も挿してみました。正面から見ると、まあ、こういう感じになりますかね。だいぶ、雰囲気が出てきたんじゃないかなというふうに思います。で、この後はですね、抵抗、コンデンサー、そういった部品を、ラグ端子板の上に取り付けて、ハンダ付けをして、いうことで、いよいよ完成が近づいてきたような気がします。